悶絶で痛い三つの部、人を痛め続けて25年、本気で痛い覚悟決めた人は概要欄、悶絶で痛い楽しんで。悶絶25年後味すっきり、悶絶で痛い三つの部です。今からね、この前言ってた サランラップ枕の作り方を詳しく説明してくれっていう風な、なんかコメントっていうか近しい、あれを見たお客さんがね言ってたので、それを作っていこうと思います。まず用意するもの、サランラップで、バスタオルはね、こういうね薄手のやつのものの方がね向いてます。でこれね、1枚ねバスタオルをね半分に折ってもらって、半分に折ってもらいます。こうね、でこれでね、バスタオルね、これね、サランラップをね使い切ってません。なんでかって言ったら、100均で買ってきたやつが100円ですから、もう使い切らなくて、そのまま自分の体のために100円ぐらい使ってあげてください。でこれ巻き込んでいく時なんですけれども、このサランラップをこう押さえて、こう引っ張りながら、引っ張りながらちょっと強めに巻いていくと、わかるかな、こんな感じ。もう一回横からやりますね。横からこんな感じ、引っ張り巻き込みながら、キュ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 ッと巻き込みながら作っていくのが秘訣なんです。でこれでちょっとメジャーないんですけれども、だいたい拳ぐらい、まあ、10センチぐらいの高さ、178センチなんですけども、悶絶整体はだいたいね、それでね、まあ、これ1枚でこれぐらいの高さになりますって。これでね、薄手のやつだったらね、ちょっと高さが足らなかったりするとね、フェイスタオルをこれをね、こういう風に折ってもらって、これで高さ調整をしてみてください。これでキュッ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 と、そうするとね、大体ね10センチぐらいの高さのものが出来上がります。でこれをね、どういう風な感じで寝るかって言ったら、こうやって首に当てて、こうやって、あ、ちょうどね、ほらここ頭がついてないでしょ、この頭がつかないぐらいの高さを、で寝てもらうとちょうどいいですね。これこっちにやったりとか、こっちにやったりとか、この頭につかないところで頭がこういう風に上に持っていかれるので、硬いところで寝ると背中が伸びてくれて、肩こりとか腰痛とか取れてくれたりします。でこれがね、普通の人はね、結構ね首が痛くてできなかったりする人とかもいたりするので、初め最低ね5分でもいいですから、自分の施術とかの治療とか、自分の体を良くするために、5分間は絶対することで、寝始めで先生しんどいっていう人結構いると思うんですけれども、そういう人の場合だったらね、1週間にね、まあ、5分10分ぐらいはね、これで上向いて寝るのを毎日することみたいなのを続けてみてください。であとね、これね、バスタオルをね巻いただけなので、だんだんとねこうね、重さでね真ん中がねへたってきます。なのでね、1週間に1回ぐらいは巻き直すようにしてください。であとね、ここ外れてきたりとかするので、ゴムで止めてもらおう。本来だったらこういうね、治療用の枕があるんですけど、まあ、こんなの買ったら高いですから、別に打ち付ける必要もないですから、こういうゴムで端っこをこうやって止めとく、こうやって止めとく。こうするとね、もうね外れないので、ここの上にバスタオルとか引いて、本当はまあこのタオルとか引いて寝てもらうようにすると、汚れが取れない、つかなかったりとかするんですけれども、やっぱり1週間に1回ぐらいはね洗ってあげたりした方がいいんじゃないかなって私は衛生面で思います。以上かな、悶絶整体25年で後味すっきり、これからねまたよろしくお願いいたします。以上、悶絶整体三つの子でした。